あのね、これいつも僕が使ってる折りたたみ傘なんですけど、2日前か3日前かな、3日前にすごい雨風が強かった時にこれを刺してまあ歩いてたんですけど、そしたら急に突風が吹いてこの骨が1本折れちゃったんですよ。どこだったかな。あ、ここここここ、これですね、ここ。あ、見えないか。よいしょ。ね、ここほら、こんな感じでね、折れちゃったんですよ。もうこれのせいでね、完全にね、開かなくなっちゃって、もうその後濡れて帰ってきたんですよ。もうこの傘確か4年とか5年ぐらい使ってるから、まあ仕方ないか。まあもともと安物のこんなちっちゃい折りたたみ傘だから、まあそれ強風が吹いたら壊れるに決まってるもんね。まあ幸いにも折りたたみ傘があともう一本あるので、今度からそれを使おうと思います。まあそもそもこんな折りたたみ傘じゃなくて、もっと普通の傘を使えばいいんだろうけど、あの普通の傘はどっかに忘れてきてしまうかもしれないし、それ持ってる間ずっと片手が塞がるから嫌なんですよね。こういう折りたたみ傘だといつもこのリュックのね、この横のポケットに入れて持ち歩いてるんで、まあ、使わない時はここに入れとけばいいし、どっかに忘れてくる心配もないんで結構便利なんですよ。もう関東地方はね、ここ最近2週間ぐらいずっと毎日雨が降ってるんで、ほんと勘弁してほしいんですけど、まあ梅雨だからね、仕方ないか。まあそんな感じで仕方ないので、この傘はもう捨てようと思います。あ、じゃあこの辺でいいかな。よし、ありがとうございました。